井上和則君。はい、井上和則です。よろしくお願いいたします。18日から19日にかけて、行われた WHO の総会について質問をさせていただきたいと思います。まあ、今朝の新聞にもいろいろこの WHO 総会について載っておりまして、まあ、日本側としてはですね、この新型ウイルス対策について公平、独立かつ包括的な検証を求めたとか、あと台湾の参加についても、まあ、支持する旨の発言をしたというふうに載っております。ただ、米国なんかではですね、かなり批判的で、この世界保健機構 WHO の運営については、必要な情報の入手に失敗し、多くの命を犠牲にしたとか、まあ、いろいろこの WHO の運営に対しては批判をしたということも載っております。で、まず最初にですね、この WHO 総会、日本としてこの総会の成果と、それからどういうふうに評価しているか、お伺いしたいと思います。橋本厚生労働副大臣。お答えをいたします。今委員からお話しいただきましたように、5月の18日19日、まあ、これはビデオ会議という形ではありましたけれども、 WHO 総会開催されております。そして我が国も共同提案国となった新型コロナウイルス感染症に関する決議が採択をされたということは一つの結果なんだろうと思っております。で、本決議につきましては、新型コロナウイルス感染症への対策に関し、国際社会の一致団結した対応が重要であるということを各国が支持した結果であると認識しておりまして、このような決議が採択されたことは、歓迎したい、このように思っております。また今回の決議は、日本代表として総会に出席した加藤厚生労働大臣が述べた WHO を中心とした対応に関する公平、独立かつ包括的な検証に言及されておりまして、これは我が国の主張がしっかりと反映された結果である、このように受け止めております。本決議も踏まえまして、世界的な感染拡大の一日も早い収束に向けて、引き続き国際社会全体で連携し対応してまいります。はい、井上和則君。先ほどの質問の中でも、やはり台湾がですね、参加できなかったということで、まあ、報道によると29カ国が台湾のオブザーバー参加を求めていたというふうにあります。まあ、残念ながらということで、大臣も先ほどおっしゃってましたけれども、参加するに至らなかったということで、ただやはり台湾という、 こう地域を考えてもですね、世界全体の中で空白地域はできてはいけませんし、それから台湾は今回のコロナ対策でも非常に成果を上げてきたと、そういうやっぱり成果を世界全体で共有するというのは非常に大事なことだと思いますから、やはりこれは WHO のオブザーバーでもやっぱり参加すべきだったと思います。この点についてやはり参加が実現しなかったわけですけれども、大臣、これについてはどういうふうにお思いでしょうか。茂木外務大臣。一貫してですね、こういった世界的な感染症、まあ、課題についてはですね、地理的空白を作るべきではない、こういう観点から、台湾のですね、オブザーバー参加、まあ、日本として一貫して支持をしてきました。さらに井上委員おっしゃるようにですね、まあ、今回の、まあ、コロナに対する対応、さまざま台湾からですね、知見を得るべきところ多かったんじゃないかな、多くの国がそう考えたんじゃないかなと私は思います。まあ、今後ですね、これから、まあ、今回の事案に対する、公平、独立した包括的な検証が行われるということですけれど、まあ、こういった事態が起こったときにどうしたらいいのかというのをよく、まあ、検証した方がやっぱり私はいいんだと思っておりまして、WHO にしてもですね、じゃあ、オブザーバーで参加するのは加盟国で決めてくださいではなくて、WHO の事務局なりがですね、もう少し主体的にですね、どういうところに参加をしてもらうかということに対してですね、リーダーシップを発揮するということは私はあっていいんじゃないかなと思っています。井上和則君。はい、ありがとうございます。もう次の質問にもやっぱり関連するんですけど、アメリカのポンペオ国務長官は、まあ、これ、プレス発表でですね、事務局長にこの台湾参加を認めるか否か、これは事務局長に法的権限があるんだと、しかし、中国の圧力で見送ったというふうに主張をしております。これ、日本としても、この事務局長に台湾を参加させることができる
法的権限があるかどうか、それはどういうふうにお考えでしょうか。外務省、塚田大臣官房地球規模課題審議官。お答えいたします。台湾の WHO 総会のオブザーバー参加につきましては、我が国は一貫してその支持してきておりまして、その立場に変わりはございません。実際、台湾は2009年から2016年まで、WHO 事務局長の招待によりまして、WHO 総会にオブザーバーとして参加してきているというふうに承知しております。WHO 憲章上はですね、事務局長の権限というのは、規定されておりますが、明示的に招待者、あるいは招待するということについての規定はございません。ただ、今回のように、台湾はコロナ対策において、公衆衛生上成果を上げて、国際社会とそれを共有することについて利益があるというふうに私どもは考えておりまして、今回、テレビ会議形式という若干変則的な形ではございましたが、WHO 総会はですね、本年の後半に再度行われる方向で調整されているというふうに承知しておりまして、引き続きあらゆる機会を捉えまして、我が国のこうした立場をしっかり主張していきたいというふうに考えております。はい、井上和成君。もうこの秋にもですね、また開催される予定の総会に、この台湾がオブザーバー参加できるように、ぜひ力を尽くしていただきたいと思います。でこのコロナウイルス感染症対策においても、台湾との連携が非常に重要になってきているわけですけれども、今後の外交ということを考えてもですね、やっぱり台湾との連携強化、これが非常に重要になってきていると思います。で2020年の外交青書の中でもですね、これまでの表現をより強く、極めて重要なパートナーというふうに位置づけたというふうに書いてありますけれども、大臣として今後、どのようにこの日台関係の発展を進めていかれるのか、お尋ねしたいと思います。茂木外務大臣。台湾は我が国にとって基本的な価値観を共有し、緊密な、経済関係と人的往来を有する極めて重要な、パートナーであり、大切な友人である、そのように考えております。まずコロナについて申し上げると、今回ですね、台湾は新型コロナ対策として、感染地域からの入域制限の迅速な実施や、最新の情報処理、IT 技術も駆使したマスクの安定供給などを実施してきておりまして、国際的に見ても、感染が相当抑制されたと、そのように承知をいたしております。こうした台湾の対応というのは、感染拡大防止の観点から、参考になるものと考えており、新型コロナがまだ世界的にですね、地域的には拡大が進んでいるという中で、台湾も含めて国際社会が一体となって、万全の対策を講じることが重要だと考えております。政府としてはもちろん、このコロナだけに限らずですね、台湾との関係を非政府間の実務関係として維持していくとの考えを踏まえてですね、日台間の協力と交流のさらなる進化を図っていきたいと思います。井上和成君。台湾とは法の支配とかですね、自由主義、そういった価値観を共有しておりますので、台湾との関係をぜひ進化させていただきたいということをお願いして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。次に社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、刑を言い渡されたものの移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書18の締結について承認を求めるの件、及び国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣疫事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。これより順次趣旨の説明を聴取いたします。